阪神競馬11レース宮古ステークス1800です能力偏差値ですが B ランク3等 C ランク2等のレースとなりますこれから偏差値上位場の適正分析を指数グラフで解説していきます最後に適性を反映した予想印を公開します指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列右端が今回のレースとなっています指数は 青色の折れ線で表されます黄色線は連帯目安ラインとなりますこの黄色線を上回っていれば高指数と判断できますそれでは指数グラフを使い解説していきます暫定20丸を打っています2枠3番オメガパフュームです能力偏差値はトップで偏差値ランクは B ランクとなります金5層では前層2層前3層前4層前 5層前に黄色線を上回っています。特に3走前は黄色線を19上回る優秀な指数をマークしています。能力的には一歩リードしています。連帯確率は高いです。全馬比較のグラフへ切り替えます。この馬の黒色は一歩リードした存在であることがよく分かります。距離適性を見ていきます。す。距離はは紫色の丸です今回 1800m となります。 指数がピークとなっている3層前はピンク色の着順が1着で紫の丸が20002000 2000が敵距離ですが2層前の紫の丸今回と同距離の1800では高指数をマークしています1800は守備範囲です展開面を見ていきます先行力分析シートでレース展開予想を解説します一角侵入予想図ですが逃げ馬が4頭います先行タイプが6頭います この一角侵入予想図の状況からは、ハイペースが予測できます。先行勢の総崩れのリスクを考慮した方がいいです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、3走前は8番手からの競馬です。中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は56で13位です。 上がり指数は61で4位です平凡な上がり指数で、させないリスクも若干ありますハイペースはプラスになりそうで、展開面は、若干のプラス評価をしていいですレース間隔を見ていきます横軸一目盛りが2週間の1開催を表します今回は、19週間の休み明け初戦になります鉄砲が効くか大きなリスクがありますレース間隔はマイナス評価していいです 次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。6枠12番、萩野アレグリアスです。能力偏差値は2位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前層、3層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連帯四角は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている1層前は、紫の丸が1800。 1800は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている一走前は5番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は81で7位です。上がり指数は68でトップです。まずまずの上がり指数でちょい差しを見せられそうです。展開面は若干のプラス評価していいです。レース感覚を見ていきます。今回は 19週間の休み明けからの叩き2戦目となります。叩き2走目の上積みを期待できます。レース間隔はプラス評価していいです。上的性を見ていきます。指数の上の漢字が開催場を表します。ここが数字だと当地阪神での出走です。阪神では、他の開催場と比べて、高指数をマークしています。上的性はプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。 暫定黒三角を打っています。三枠五番、ビリアム・バローズです。能力偏差値は三位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金五層では、前層、二層前、三層前に黄色線を上回っています。能力的には、二番手グループの一角で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている。一層前は、紫の丸が千八百、二層前は。 紫の丸が1800。1800は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている1走前は2番手からの競馬です。2走前は3番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は112でトップです。上がり指数は64で2位です。楽に好位につけられる高い先行力を持っています。ハイペースは大きなリスクになりそうで。 展開面は、若干のプラス評価していいです。レース間隔を見ていきます。今回は、23週間の休み明けからの叩き2戦目となります。叩き2層目の上積みを期待できます。レース間隔はプラス評価していいです。上的性を見ていきます。阪神では、他の開催場と比べて、指数を落としています。上的性はマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。 暫定白三角を打っています。八枠十五番、クリンチャーです。能力偏差値は四位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金五層では、二層前、三層前に黄色線を上回っています。特に三層前は、黄色線を十八上回る。優秀な指数をマークしています。能力的には、二番手グループの一角で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。 指数がピークとなっている3走前は紫の丸が20002000 2000が適距離ですが4走前の紫の丸今回と同距離の1800では低指数となっています1800は若干短い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっている3走前は3番手からの競馬です後位からの競馬が良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は86で6位です 上がり指数は55で10位です。平凡な先行力で好位につけられないリスクも若干あります。ハイペースは大きなリスクになりそうで、展開面は、若干のマイナス評価した方がいいです。レース間隔を見ていきます。今回は、19週間の休み明け初戦になります。鉄砲が効くか大きなリスクがあります。レース間隔はマイナス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。 三枠六番、名称・粉塵です。能力偏差値は五位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金五層では、二層前に黄色線を上回っています。能力的には上位場には一歩劣りますが、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている。二層前は、紫の丸が二線、二線が的距離ですが、三月の紫の丸。1900への距離短縮では 指数を下げています1800は若干短い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっている2走前は鼻を切っての競馬です鼻を切って逃げが必須のタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は96で4位です上がり指数は51で13位です平凡な先行力で逃げられないリスクもありますハイペースは大きなリスクになりそうで展開面は 若干のマイナス評価した方がいいですレース間隔を見ていきます今回は、14週間の休み明けからの叩き2戦目となります叩き2層目の上積みを期待できますレース間隔はプラス評価していいです以上の適性分析を考慮しました最終の予想印です本命20丸を打ったのは、3番、オメガパフュームです能力偏差値は、トップの B ランクです レース間隔にリスクはありますが、展開と、対戦成績を高評価しました。対抗丸を打ったのは、12番、ハギノ・アレグリアスです。能力偏差値は、2位の B ランクです。距離と、展開と、レース間隔と、上的性を高評価しました。黒三角を打ったのは、5番、ビリアム・バローズです。能力偏差値は、3位の B ランクです。 上適性にリスクはありますが、距離と、展開と、レース間隔を高評価しました。白三角を打ったのは、15番、クリンチャーです。能力偏差値は、4位の C ランクです。距離と、展開と、レース間隔にリスクはありますが、